一言お祈りいたします恵み深い天のお父様あなたの尊い皆をあがめ賛美いたしますこれから御言葉を開かせていただきますどうぞ今日の御言葉主御自身がお語りくださり私たち一人一人を恵んでくださいあなたの真理の御言葉によって私たちを清めてくださいすべての罪から疑いからすべてを清め私たちを生かしてくださいますように このしもべをどうぞ憐れんで十字架の陰に隠してくださいそして週ご自身の栄光だけを一人一人が拝することができますようにお導きください一切を見てに委ね尊いイエス様の皆によってお祈りいたしますあえ今日のテーマですね今日のテーマは「命を与える言葉」です命を与える言葉イエス様が「えー カペナウムの街道でメッセージをされたんですけれどもこれこそが、ね、命を与える言葉なんですけれども <laughs> 残念ながらあのこの街道にはたくさんの人が集まっていて、えー、普段の礼拝に来ているね街道ですから礼拝に来ていた人たち以外にも前の日にイエス様からパンを,パンをもらって、ね、満腹になった人たちも集まってましたイエス様を探してねこのカペナウムの街道までやってきた人たち ですね、その人たち群衆と呼,呼ばれていますけれどもその群衆また街道にいたユダヤ人大体、えー、ユダヤ人というのは、ね、ユダヤ人の指導者たちを表しますけれどもそのような指導者たちさらにね街道にはイエス様の弟子たちもこの街道にはいましたそのような弟子たちにとってもイエス様が語られたこの命を与える言葉これがね 驚きであってつまずきとなってしまったというのが今日の箇所です <laughs> なぜそんなことになったのかというとイエス様が比喩で語られていた真理をねそのまま丁寧に説明することなくちょっとね隠してお話しされますですからその真理を知るためにはその御言葉がこの世の意味で捉えられるのではなくて御霊によって 解釈されなければならなかったんですがそれができなかった人たちただ自分の欲を満たしたいとかねイエス様のことをね悪く思っている人たち神様を信じているふりをしている人たちそんな人たちにとってイエス様が語られた比喩はその真理を見抜くことができなかったんです非常に残念なことですけどね、えー、イエス様が語られた えー、この命の命御言葉これをね信じるこれは本当に大事なことです永遠の命を得るためにはそれ以外に道はないんですけれども残念ながらねあの神様を求めないとかねあの自分が一番だっていうような人たちにとってはその言葉は届かなかったこの世の生活がね何よりも大事だっていう人にはね神様の言葉は届かなかったんだなということを今日教えられます。 そして今日特にねあの私たちも学ばなければならないこと覚えなければならないのはイエス様が語られた御言葉聖書の御言葉ですねこの御言葉をこの世の常識で解釈するのではないんですよということです、えー。日本人の常識とかねこの世の常識で聖書の御言葉を読んで、えー、聖書の言ってることはこれ間違いばっかりだなみたいな、ね、言ったりすることないようにしなければなりません。 じゃあどういうふうにして聖書を読むのかというと私たちがイエス・キリストを信じた時に与えられる聖霊様の助けをいただいて御言葉を読むということです聖霊様はね助け主っていうふうに言われています私たちがもう何もできない祈りすることすらもできないそんな弱いものですけども精霊様はそれを助けてくださいます知恵のないものにも聖霊様は知恵を与えてくださいます 御言葉を理解すする力もくださいますその聖霊様の助けをいただいてそこに隠されている真理を知って私たちも命をいただきたいと願っておりますでは聖書はもう一度拝読いたしますのでご覧くださいヨハネの福音書6章60節から66節 そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。 命を与えるののははです。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命ですしかしあなた方のうちには信じない者がいますイエスは初めから信じない者が誰であるか裏切る者が誰であるかを知っておられたのであるそしてイエスは言われた それだから私はあなた方に父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていきもはやイエスと共に歩かなかった。はい、以上でです。す <laughs> まず今今、日の箇所なんですけれども、今 いつもでしたら、ね、少しずつ区切りながら読んでいくんですが今日は全部読みましたというのがねあのアウトラインは、ね、最初と最後のところに書いてありますそして、えー、大事なところは真ん中に書いてるっていう感じですなのでまずアウトライン今日のところの大まかなところですねそのところを見ていきますねまず今回イエスが語られた相手、えー、聖書を読む時にね落ち着いて見てほしいのは 誰が誰に話したかというところをちゃんと見てください。これね結構見落としがちなんですけども、今日のところはイエス様が弟子たちに語っておられます。弟子たちです。イエス様がねあの最初群衆に語っていた、そしてユダヤ人とのあの議論みたいになってきた、そして次は弟子たちとの話になっている。 そういうふうにね、流れが変わってきているのが今回のところでわかるかと思います。この弟子たち、彼らはね、イエス様が語られたこと、それを聞いて、つまずいて、つぶやいていました。えー、彼らが信仰を持ってイエス様のもとに来たわけではないんだということをね、イエス様はね、ご存知だったんです。そのことをね、もう少し見ていきますね。あのイエス様は、 あのこのカペナウムで「私は天から下ってきた命のパンです」っていうふうにおっしゃったんですね。天から下ってきたつまり私は神であるとおっしゃるんです。ユダヤ人にとって人間が神であるはずがないとい唯一の神様ただお一人である。主なる神様お一人である。なので目の前にいるナザレのイエスは 絶対に神ではないというふうに確信するわけです。ですから、天から下ってきたと言われたときに、この男は何を言っているのか、神を冒涜する男だ、なんてひどい言葉だというふうになってしまいますね。そして、イエス様はさらにね、私の肉を食べ、私の血を飲まなければ命はありませんとおっしゃるんです。肉を食べて、血を飲まなければ。 これは普通の人は聞いいても怖いですよねあの。生産式の時にこの見言葉でね分散しますけれども「これは私の肉です」って言われた時に「私の体です」って言われた時にあの何も知らない人がふらっとね教会に入ってきて生産式のところだけバタッと出会ったらびっくりしますよね「うわっと教会は人の肉食べるのか」とか言ってびっくりしますよね。ままたたここれれれれ私の血ですこれを飲まなければって言われた時に、 びっくりしますよねうわあ人の血を飲むのか怖い宗教だなというふうにね誤解されてしまいますそれぐらいショッキングなことをイエス様はおっしゃるわけですなのであのパンを求めてきた群衆はもちろんのことユダヤ人の指導者たち聖書のことをよく知ってる人たち彼らもつまずきますさらにイエス様は王だと言ってついてきたそんな弟子ですというような人たちまでつまずきます 本当に、ね、イエス様の御言葉イエス様がここで語られた言葉というのはそれだけねショッキングだったんですよねただここでいう弟子たちなんですけどもあのペテロたち12弟子のことではありませんあの弟子たちね非常にたくさんイエス様の周りにいました「私も弟子になります」ってたくさんの人がついてきますそれはそうですよねあのイエス様こそ王だ イスラエルのの王様だっていう,ふうに多くの人は考えたんですですから王様にくっついていったら自分たちの生活は楽になると思いますあわよくばあわよくばイエス様が王様になったら自分たちも良い地位がもらえるかもしれないと思いますから私も弟子にしてくださいってくっついていくわけですですからたくさんの人がね弟子としてイエス様に従っていたんですけれども、えー、この弟子たち彼らはイエス様がね 「私が天から下ってきた」とか「私の肉を食べる」とか「私の血を飲む」とかそうおっしゃったことを聞いてもうひどい言葉だっこんな言葉は聞いてられないというふうにつまずいてつぶやいていましたあの新化薬精神もだんだん役が変わってきてねつぶやくという言葉やめたみたいですね小言で何か言い合ってるみたいな何かそんな役に変わってましたけどもはい だんだんと日本語も変わってきますけどね、あの文句ばっかり言います。そんなことあるわけないって、不平不満ばかり言いますね。えー、イエス様はね、比喩的におっしゃったんです。文字通り、そんな私の肉を食べなさいって言うはずないですよね。私の血を飲みなさいって言うはずはありません。えー、ですけれども、イエス様の話を聞いた群衆、またユダヤ人の指導者たち、また弟子たちの多く、これがね、 比喩だっていうことを理解できずにどうやって自分の肉を与えることができるんだろうかとかそうして、ね、疑うわけですどうしてただの人間が天から下ってくることあろうか血を飲んでもよいのかなんかそんな感じですよねもう血を飲むというのはもう最悪なんです実はねユダヤの立法ではね血は命であると言われますなので血は絶対に飲みません 動物,を動物の肉を食べる時であってもてての血を抜いてから食べるようになりますあ今でもねあのイスラエルで料理が出てきた時あの血が滴るステーキは絶対出ないということを聞きましたけどねえ血は絶対にに食べなないいいという風になっていますそれをイエスもね「私の血を飲まなければ」っておっしゃるのでもう彼らにとってはね「本当にひどい言葉何を言い出すんだこの男は」っていうねもうつまずきでしかなかったわけです。 イエス様はねあえてあえてユダヤ人たちが驚くような比喩を用いて語られたんですこれはね弟子たちの信仰をふるいにかけるためです弟子ですと言ってついてきている人の中にもいろんな人がいますもちろんねイエス様はまことの神様である私たちの唯一の救いである そう信じてて従っいいる弟子たちもいますイエス様の愛を知って従ってくる者もいますが中にはねイエス様は王様になるから私たちもイエス様にくっついていったらいいことあるだろうみたいなそんなんでくっついていってる弟子またもう早くローマを追っ払って私たちを自由にしてくれ自分の願いばっかり言ってる弟子そんな信仰のかけらもないような 自称弟子という人たちがねいっぱいくっついていましたですからそういう人たち <laughs> この中にどれだけ自称弟子というものがいるのかまたねやがてイエス様を裏切る者が出るということも、ね、イエス様はご存知でしたこの弟子だといってついてきている者たちの中に 私のことを本当に知っている者はどれだけいるだろうかいや私を裏切る者さえいるそのことをイエス様はご存知であってそしてそれをふるいにかけるためにあえてユダヤ人たちにとってショッキングな言葉を選んで使っておられますそして彼らの信仰を試されるわけですもしも 父なる神様がその人に真理を掲示してイエス様はまことの神様である救い主であるということを掲示しそして導いてくださったのなら父なる神様がイエス様にその人をお与えになったそのような人であるのならその人はその真理の言葉それがユダヤ人にとってひどい言葉だと思えるような言葉であってもそれこそ真理なのだということを素直に受け取ることができるんです。 そしてそのような言葉を用いて父なる神様に導かれた人導かれてイエス様のもとに来た人それとただ自分の欲だけでイエス様のもとに来たそんな人たちを選別されたわけですこのあとですねイエス様がつぶやいている弟子たちに何をおっしゃったのかちょっと注目していきますね <laughs> えー、弟子たちが、えー、イエス様につぶやいた時イエス様は、ね、こうおっしゃってますね。これですね。よいしょ。61、62ですね。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのかそれではもし人の子が 元いたところに登るのを見たらどうなるのかと、はい、いたたころに登るるののを見たらどうなるのか。つまりねイエス様がまことの神様であるということをあなた方は自分の目で確かめたらどんなことが起こるのかイエス様はやがてね天に登られますそれをあなた方が見たならイエス様を疑ったままそれを見てしまったのならどうなるのか あなた方はまことの神様がおっしゃったことを信じることをしなかった神様を信じると言いながら全く信仰がなかった神様よりも自分を正しいとしたんだそのような大きな罪を犯してしまうことになるんですよそのようにイエス様は警告されます何をつぶやいているのか 私の言葉を信じなさいって。そういうふうにイエス様おっしゃるんですよね。<laughs> 彼らが今、神様を信じると言いながら信じない。そのような大きな罪を犯していることをイエス様は指摘しておられます。罪から来る報酬は死ですね。ですから、彼らが死ぬことがないように、今ここではっきりと警告を与えられます。 逆にですね、命を与えるものについて、さらにイエス様教えられます。命を与えるのは神様の御霊です。イエス様が話された言葉、それは、えー、この世の常識で解釈しようとすると、本当にひどい言葉のように思えたかもしれません。ですが、 それは霊的な真理が隠されている言葉であってその御言葉を信じること御言葉を語られるイエス様を神の御子と信じることこれこそ命を得ることになるんですよとイエス様は教えられました見た目で判断するんじゃないですよ ここに隠された真理をあなた方は受け取りなさい。イエス様は、ね、そのようにおっしゃるんです。聖書を読んでいて、時々あの何を言ってるんかわからないっていう箇所、時々出てきます。また逆にね。イエス様のたとえ話ってすっごくわかりやすい。例え話もあります。特にあの当時の人たち農作業をしてる人たちにとって種まきの例えとかね。 自分たちも実際に種まいてそれが良い地に落ちたらちゃんとあのいっぱい実が実るとかあの道端に落ちてしまったら全然目も出ないとかねそんなことを経験しているそのようにして例えを持って話されるんですけどもすっごく分かりやすく興味深いお話をされますですがああ面白かったで終わっていい話ではないということです。イエス様が語られたその例え話。 非常にわかりやすくく興味深くまたね当時の群衆たちもね喜んでねもう大笑いして聞いていたものもあったかもしれませんしかしイエス様はコメディアンでも何でもありませんみんながね楽しく笑って聞いているような話それをするために来られたんではありませんその例え話を通して人々が真理を知ってほしい本当に父なる神様から 啓示を受け、導かれ、イエス様に与えられた人たちは、そのたとえ話を通して真理を悟るんです。耳のあるものは聞きなさい、ってイエス様はおっしゃいます。本当に真理を求めて、神様を求めて、イエス様のもとに近づく人たちは、イエス様が語られる御言葉、それこそ命を与える言葉だと、そう信じて真剣に聞き、 そして、これはどういうことなんだろうかということを求めるんです。素人一生懸命求めるんです。そうするときに、その真理が与えられます。イエス様が語られた御言葉、それは人々に命を与える御言葉です。肉による働きは何の益ももたらしませんと。 人間は何とかね自分の努力で何とかしようとします。救いということに関しても、自分の努力で救おうと、救われようとします。だからいろんなあの儀式とかやっちゃいます。バールの神よって、我々に答えてくださいと突き刺した,りしたりするんですよね。そんなことをしてね何が起こるか、何にもならないんですよ 私を許してくださいと私の罪を清めてくださいと言って滝に打たれても何にもならないんです肉の働きは何の益ももたらしませんイエスマうははっきりとおっしゃいましたどれだけ人々から称賛されるような行いをしたとしてもイエスマが語られる命の御言葉を信仰を持って受け取らなければ永遠の命を得ることはできないんですよと イエス様は弟子たたちにはっきりと宣言されたんです救いは一方的な神様の恵みですそして信仰によってのみ救われますそれ以外何もありません恵みにより信仰によって救われるこのことをねしっかりと覚えてください。 で今日覚えていただきたい御言葉ですね。63節ですね、これ。66って書いてある63節。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。 命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。はい。え、これはね、あの当時のユダヤ人にイエス様、まず語られているんですが。あのユダヤ人だけ限らず、どの時代においても、どの国においても。 すべての人は死を免れたいそう願います永遠の命を得たいそんな願いをね誰もが持つものですそのためにねさまざまな宗教が起こります死を免れたい死の恐怖から逃れたい救われたい、えー、それでいろんな宗教がありますそしていろんな儀式を行います何かね生け贄を下げて自分が救われたいみたいなのがいっぱいあります ところが肉による行いこれで永遠の命を得ることはできないんですよということをイエス様はっきりとおっしゃいます肉の働きは、ね、何の益ももたらさないんです命の源であるイエス様命であるイエス様ははっきりと 肉によっては救いはないんですよということをおっしゃいます。命の御言葉を受け取るることとそれ以外ないんんでですすよとおっしゃるんです現代においてもねたくさんの書物とかまたあの動画動画がねいっぱい YouTube とか出てますよね今この礼拝もね YouTube で配信してますしね たくさんの情報がそういうふうにいろんなところから得ることができますいろんなメディアを通して私たちは、えー、情報を仕入れてその中からあの喜びをいただいたりとか平安をいただいたりするんですが永遠の命またこの命の糧これはねイエス様が語られた御言葉つまりこれは聖書の御言葉ですね 聖書の御言葉以外かから得ることはでできませんよろしいでしいょうか信仰書と呼ばれるものも参考にはなりますが命そのものを与えることはできません命の糧になることはありませんそのような信仰書を通しもう一度命の御言葉に触れることによって私たちは命の糧を得ることはできますが 信仰書そのものから命を得ることはできませんし命の糧となることはありません私たちの命に直接関わってくるのは命の御言葉イエス・キリストの御言葉この聖書の御言葉だけですそしてその御言葉を精霊様の助けを頂い,いて聞かなければ 真理を悟ることはできませんよくねあの聖書を読んでくださいと言っても聖書難しくて分かりませんという方多いです何を書いてるのか分かりませんだい大体そういう方ねあの聖書の最初からね創世記から行ってねレビッキーあたり大体いい終わります <laughs> レビッキーあたり言ってそれでもなんとかね絶え忍んで建築好きな人はね なんか模型作るかもしれませんね。幕屋の模型作るかもしれませんけれども。えー、あ、出エジプトは出エジプト記でそこでね模型作り出せ。そしてレビ記のあたりでね、いろんな難しいことを言い出すんです。祭司の、あの律法が出てくれます。祭司の掟がいっぱい出てきますので。そこで、生贄がどうたらこうたら言い出したら、もうね、もう難しくてもういいですというふうになってしまいます。ですがね。これが。 この聖子の御言葉を通して神様は私たちに何を語ろうとしているんだろうかということを精霊様に助けていただく時にそこに隠されている真理を知ることができるんですね。あの幕屋の作り方私たち知って何になるんだろうかっていうようなことをいっぱい書いてます。丁寧にサイズ書いてあるんですよね。寸法書いてあります。材料書いてあります。 これで我々も幕屋を作れということかと思うかもしれませんがそんなことはありませんよ、ね、あれはただにただイエス・キリストが来られるまでの型として与えられたものですじゃあ何だったのだろうかそのことも精霊様に祈り求めていく時にあこれはイエス・キリストを表しているものなんだということを、ね、一つ一つ理解することができるようになっていくわけですこれは全て精霊様が示してくださらなければわからないこと そしてそれを知った時にもう一度聖書に返ってああここにもこういうことが書いてあるんだということでだんだんとより深くイエス・キリストを知ることができるようになってくるんです聖霊様の助けをいただきながら聖書の御言葉を読むことこれこそ私たちの命の糧となりますまたまだ救いをいただいていない人たちにとってイエス様を知らない人たちにとっては イエス・キリストの語られた御言葉それこそが救いの唯一の道ですあの。誤解しないでいただきたいのはね教会に来てねよくねあの洗礼を受け「そろそろ洗礼を受けませんか」って「はい受けます」で洗礼を受けて「はいこの人は救われました」と宣言する人いますけどそうではないです。 そうではない。救いはただ恵みにより信仰によってのみ救われるのであってバプテスマも関係ありません救いに関してはね救いに関しては全く関係ありませんただ神様と一人一人との関係において救いの契約はなされますイエス様を信じます私の罪のために十字架で死んでくださった 墓に葬られ3日目によみがえってくださったこのお方こそ私の救い主であると信じてそしてイエス様に従っていくのならその人は信仰によって義と認められるんです正しいと認められるんですその人のすべての罪はイエス様と共に十字架につけられすでに死んでしまうわけですその約束が真実であるだろう イエス様によっててなされいいるととうことです私たちはこの真理の約束それをしっかりと受け止めてまた御言葉を命の糧として受け取ることによって日々生きることができますそのように聖書の御言葉それを聖霊様の助けをいただきながら読んでいくき あの思いっきりこう聖書から離れた全く意味のない解釈をするようなことはねまずなくなります。自分勝手な解釈をしてねあの自分の主張するために聖書の言葉を利用する人がたまにありますけれどもそんなことはねまずなくなります。聖霊様はそんんな嘘偽りり、ね、語ることままずありませんですので皆さんもね「あこの聖書の御言葉今日与えられたけどもどういう意味なんだろうか」 わからないわと思った時にお祈りしてください。精霊様この聖書の御言葉これはどういう意味なんですかお祈りしてみてください。私にあなたは何を語ってくださっているんですかそうしてね祈ってください。そうすると助け主である精霊様は真理を教えてくださってそして私たちはその真理によって 命を豊かにに持つことができるようになりりまますすお祈りいたします命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが与えてくださる御言葉、それこそ。 れ、えー、でありまた命であるということを教えてくださいました聖書の御言葉を私たちも日々いただきながらあなたが成してくださった救いの御技をもう一度あがめまた今も生きて私たちと共に歩んでくださるイエス・キリストをあがめ私たちも日々この地上の旅路を歩ませてくださいあなたがおられなければ私たちは生きることができません この大きな恵みを日々感謝しながら、一瞬一瞬を感謝しながら、喜びと平安をもって歩むことを得させてください。今日の御言葉の恵みを感謝し、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。